皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回はこちら、じゃじゃん、超ご常連のベーシストのベースマンさんと大学生の、通風さんから新規初投稿のご投稿いただきました。誠にありがとうございます。ベースマンさんの方、夏はメインボードを持ち出すのがきついということで、もうこれは激しく同意させていただきますけれども、ということでミニボードを組み直しましたということで、お二人とも共通しているのがですね、まあ割と小型のボードなんですけど、それを実現化させているのが、国産のスタジオデイドリーム製のループスイッチャーをね採用しているということで、ベースマンさんの方はシンプルに AB を切り替えるトリガー2でね、歪みとコーラスを一発で切り替えていると。それから通風さんの方はなんと3ループのね、スイッチャーなんですけど、かなり小型ですよね。これ背面見てですね、エフェボーイさんももう配線したいというか欲しくなっちゃいましたけれどもね、皆様方も、シンプルで小型のねボードを組まれるとき、一発で何かを切り替えたいときはですね、この国産のスタジオデイドリーム製の、ループスイッチャー、ぜひとも注目なさっていただきたいと思います。通風さんの新キャスト投稿のボードは改めてご紹介したいと思います。投稿ありがとうございました。注目してください、スタジオデイドリーム製。